いただきます。どうもパンケーキと申します。今回はですね、忍者ら最近出ました忍者らの、ポイントの稼ぎ方というか、まあ1位の取り方というか、まあ、結構ポイントね稼げない、あんまり稼げないっていう人が多いと思うんで、ちょっとねポイントの稼ぎ方を紹介していきたいなと思います。でまず最初にここのねドローンが出る位置を確認して、ドローンをね壊します。でこの時に今左でね戦ってるんですけど、それもね視野に入れつつ、このドローンを倒したらちょっと左のやつ魚振りに行こうかなみたいな感じで行ったんですけど、ここはねもう戦闘が終わってしまってましたね。なので、ここからもう一人の方を狙って、かつドローンも壊せたらいいなみたいな感じで、でここの対面なんですけど、このじゃんけん負けてしまって、ここからね普通に攻撃を出したら負けていたんですけど、下スティックの下を入力しながらとかね、横を入力しながら攻撃することによって、攻撃にもじゃんけんの法則がありまして、なんか下入力しながらとか横入力しながら上入力しながらみたいな攻撃の種類があるんですけど、それもね3すくみになっていて、ワンチャンね対面1回じゃんけん負けても切り返しで勝てる可能性があるんですよね。で体力が減ってしまったので、移動するときはこのように変化の術でね体力を回復しながら移動すると、で敵のいるところのドローンはあんまり狙わずに、敵のいないところでね安全にドローンを素早くね確保しておきたいですね。でどれだけ早く大武器を作ることができるか、これがね結構ね順位を上げるコツになっていると思うんですよ。でもこの段階で大武器ができたんですけど、大武器の利点はですね、このようにつばぜり合いになった時にアイコになっても勝ち判定になるんですよ。なので1本がねめちゃくちゃ取りやすくなるんですよ。3分の2勝てます。で大武器を作った後もねしっかりドローンを倒して、ドローンポイントも稼いでおきましょう。で今下に敵がいたんですけど、これ上がってくるのかなって様子を見ながら来ましたね。ここはもうめんどくさいので、このね一撃の必殺技で倒しておきます。でしっかり処理してからドローンをね、これ結構早めにガム忍術使っておかないと1試合にね2回打てなくなるんですよ。だから1回目のガム忍術必殺技は早めに打っておいていいと思います。しっかり敵もね倒しながら、来た敵はしっかり倒せるようにした方がいいですね。この大きいドローンいいですね。でここの戦闘が終わった、このね体力がもう少ない人を狙っていくと、でなんか魚振って来ようとした人もしっかりとねじゃんけんに勝って、さらにガード読みで勝っていくと。でここなんですけど、これ1回勝ったじゃないですか。で相手ガードしてくるんですよね。ガード読みで R ボタンを押す、そうするとね敵をね封じ込めることができるんですよ。ガードを封じて倒すことができるんですよね、一方的に。はい、でこの大きいドローンもしっかり壊しておいて、このねガムですね、このガムで縛る技も結構よくて、ガムで縛ってから敵を倒すと1本になるんですよね。1本ポイントが美味しい。でここからなんですけど、これね相手の武器が出ていない状態まで持ち込んでるんですけど、ここちょっと沼ってますねここ本当にちょっと沼ってますね。敵のガムの当て方がめちゃくちゃうまかった。これうまいんだよな。でここのじゃんけんを負けてしまって、ここを沼ってなかったらもっとポイント惜しかったですね。ここのじゃんけんに勝ってさえいれば。でこのステージのいいところは、リスポーンしてきた後にドローンがね湧いてる可能性が高いことですね。もう時間少ないんですけど、ちょうどいい具合にね敵が密集しているところがあったので、ここはねガム忍術の必殺技で2人まとめていっぺんに倒していきます。で最後にドローンをしっかり壊しておいてフィニッシュですね。
ドローンも結構いい感じに壊していたので、ドローンマスター僕と、そして一本マスターもね結構一本取れていたので、一本マスターも僕ということで9500点ですね。多分さっきの最後の方の武器持っていない敵をしっかり倒せていたら1万ポイントいけたんじゃないかなぐらいの結果ですね。このようにやることで、ポイントをしっかり稼げますよという動画でした。